皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。大変お久しぶりでございます。このショールができましたので動画を一本作ることにしました。君の名はという映画が昭和20年代にございまして、その主人公の岸恵子さんが、当時かぶっていた町子巻きというそのショールの巻き方、それが一世を風靡したそうなんですけれども、それをリスペクトして、ニットで作ってみました。まあ今からちょっと暑くなる時期なので、まあ今からゆっくり編んでいただいて、今年の秋冬にね、ぜひよろしければ使ってみてください。かなり重宝する形だとは思います。使う材料なんですけれども、私の場合は、こちらのこの BC ガーンのバイオシェットランドと読むんでしょうか、こちらをずっと温存しておりましたけれども、こちらを使うことにしまして、このショール4カセを余すことなく使い切りました。で、この、まあ、マフラーみたいな長細い形で延々編んでいくタイプのこの、まあ、マフラー型のショールなんですけれども、なのでここの幅をもうちょっと狭くしても、っていうか私はこれ広すぎちゃったので狭くして、ここの長さも私は、かなり長く編みましたので2メーター以上超えちゃったんですね。巻く時にその方が都合がいいかなっていう感じで、長くしたんですけれども、フリンジの部分を含めるともう結構長いです。だけどそこまで使わないのであれば、まあだいたい3カセあるいは4カセ、一大きくても4カセで足りる感じにはなっております。でこちらの糸情報なんですけれども、これは1カセ 50g で 280m という糸ですね。はい、これを4カセ使いました。で糸の太さ細さはどんな毛糸でも編むことが できます。糸が細ければこちらの掛け目の模様のところが繊細に仕上がりますし、太い糸を使えばかなりこう何て言うんだろう、まあ、地厚になってカジュアルな感じになるんじゃないかなと思いますが、私は今回ちょっと繊細な感じをね、町子巻きをイメージして作りましたので細い糸を使いました。でその糸に合った針を使うので、私の場合は3ミリだったかな、3ミリの針を使用しました。合った その糸に合った、針をお使いください。でそして目印として、メカズリングでも段数マーカーでもどちらでも構わないです。これを2つ使います。でそしてボタン、もうすでにボタンをね3つ留めたんですが、あと3つで合計6個使います。でこの留めたこの茶色い糸がなくなってしまったので、あと残りの3つをつけられないという、そういう状況で今こう説明してるんですけれども、ボタンは6個使います。で、この糸の、ボタンホール、この糸の細さで作ったボタンホール、このぐらいの穴ができます。私の場合は15ミリのボタンで、それに合ったボタンホールという形になっています。こういう感じですね。はい、このマフラーはすごく大きいので私が絵を描きました。なのでこの絵を元に、見えますでしょうか、説明をさせていただきたいと思います。まずスタートするところはここからです。ここから、はい、で延々こういう向きに編んでいきまして、でそしてここが折り返し地点、中間地点となります。であとはまた向こう側に向かって延々編んでいくという、まあマフラーを編んでいく感覚の、ものになります。で
ここのちょうどここのこのセンチが私ので測ったら32センチありました。でこの細い糸で81だったかな、うろ覚えです、81目か83目どっちかだったと思うんですけど、奇数目で、作り目をしてスタートで、そしてあとはここのこのジグザグのこの模様を、透かし模様を編みながら進んでいきます。なので基本はここからここまで、ここの幅が32センチで、ここに来るとちょっと広がるよと、そういう感じになります。で、編み方の時にお見せするんですけれども、編み図もございます。手書きです。でそしてその編み図というのはここからここまで、これが一つの繰り返しなんですね。この最初のここはちょっと抜かして、ここからここ、ここからここ、ここからここ、これを延々繰り返していくだけなんです。で、この一模様が、高さが約 10.5 センチ私の場合はありました。段数にすると40段です。で、それがこちらになります。ちょっと紙がボロボロで申し訳ないんですけれども、これはね、ずいぶん前にね、書いておいたんですね。で、書いておいて、で、ここら辺を編んでおいて、で、そのまんま多分1、2年放置しちゃったっていうものなんですけど、なんかここに来て、サクサクっと編めてしまいましたので、作品としてね、ご紹介させていただくことにしました。で、この一模様が、ま、ここですね。ここがこれなんです。で、ここの間は、これ省略してます。ここ、すごい、この編み図の場合は短いですけど、ここはお好きな幅で、お好きな目数で増やしてください。で、一番右、ここは、ここの部分です。これはガーターになってます。右端5目をガーターです。で、左側を、こういうふうに、ジグザグになるように編んでいます。掛け目と2目一度をこう組み合わせることで、自然に模様が、自然に目数が増えて、で、そして減ると。で、増えていく段が20段。減っていく段が20段。切りのいい段数にしました。で、余談なんですけど、これをアレンジして、このように、ここの間隔を短くすると、こういう小さいジグザグ模様ができます。で、これの場合は10段だったかな。で、合わせて20段。はい。だから、こちらの模様の半分で繰り返すと、こういう感じになりますよ、という、まあ、ちょっとおまけです。最初と最後だけは、スタートと最後だけは、ここの掛け目が、ここ穴が開くんですね。で、その開いたところに、フリンジをつけて、で、私が好きな、あの、めんどくさい、ねじねじして、それを絡ませて、折りマフラーのような、そういう感じにしています。で、こういう感じですね。はい。で、これ結んで、水通しも全部終わっていて、で、あとは、これ結んでるところを、の手前ですかね。ここで綺麗にハサミでパチンとカットすれば、このネジネジしたところがそのまま、まあ、ほどけることはないと思いますので、ここまでやって普通完成なんですけど、ちょっとまだここ切っていません。では、実際に編み方に入っていきます。ちょっと太めの糸と針を使います。作り目は、その、自分が作りたい幅を目安に、作っていただきたいんですけど、これはまあ、テストなので、少ない目数でいきたいと思います。だから、右端はこの5目。で、ここの間をなるべくちょっと短縮しまして、で、そして左側のここで模様を作ると、そういう説明をしていきます。で、作り目も何でもいいので、やりやすい作り目でスタートされてください。で、自分の作りたい幅で奇数目で作っていきます。
で、まず5芽は必要で、奇数芽を作りました。西ロヤと西ロヤ919芽、私の場合は19芽です。で、そして、次のこれは次の編む段は表側の段になります。フリンジをつけない方はまあ適当にねやっていただければいいと思うんですけど、私はこういう感じで、フリンジをつけるここの穴を作りたかったので、こういうふうに掛け目と2目一度を繰り返していきました。はい、ではスタートします。糸を後ろにして2目一度、左上2目一度を編みます。左上2目一度が終わったら掛け目、自分側から向こう側にかけるだけで、そしてこれを繰り返していきます。2目一度掛け目、2目一度掛け目、2目一度掛け目、2目一度で掛け目の後に1目を編みます。はい、そうするとこういう形になります。で、裏側に行きます。裏側は、戻る段は、全部表目で編みます。はい、戻りました。で、表側にします。で、この状態で、最初のスタートの部分下に穴が開きました。で、次からはこの模様に入っていきます。糸を後ろにして、で、そして、マーカーを用意します。5目を表目、ここでマーカーを針につけます。マーカーをつけたら左端の8目手前まで表目で編みます。で、ここの間で、この幅をね調整してください。私の場合はすごく極端に短いけれども、ここで目数を増やして幅を出してみてください。で、マーカーをつけます。で、そうしたら表目2目、掛け目、右上2目一度、掛け目、右上2目一度、掛け目、表目2目。今のこの編み方がここになります。表目2目掛け目、右上2目一度掛け目、右上2目一度掛け目で表目2目です。で、基本的にはこの増やしていくこの、20段のうちの、表側正面側の時にこの模様を繰り返していくだけなんです。なので、覚えちゃうのは簡単だと思います。はい、で、次裏側です。裏側の時に気をつけてもらいたいのは、裏側で操作する模様を操作するっていうことはほぼないんですけれども、一番最初のこの一目だけ、最初の一目だけを表目にします。最初の目一目だけ表目で、そしてあと全部裏編み、そしてあとここの次のここのマーカーまで裏編みです。最初のマーカーはそのまま右にずらして、で、そしてここの間も
次のマーカーのところまで裏で編んでいって、で2個目のマーカーが来ました。でこのマーカー移動したら、ここの5目は表目、で次3段目です。ここの右端の正面から見て右端の5目というのは、常に見えてる方で表目を編めばいい、こっちも表目を編めばいい、で結果ガーター編みになるというところなので、この最初のマーカーがもしいらないわっていう方は、まあ取っちゃっても構いません。最初の5目を表目、マーカーを移動して、マーカーとマーカーの間はこれメリヤス編みなので正面側は表目、はい、でマーカーのところが来ました。でマーカーを移動して、でそして、またこの模様を編んでいくんだけれども、次はもうここで、一目目数が増えてるんですね。なので、さっきは2目でしたけど、今度は3目表目なんですね。1、2、3目、でそして掛け目、右上2目一度、掛け目、右上2目一度、掛け目、で表目2目、はい、こういう感じになります。で裏側はいつも一緒です。最初の1目と最後の5目だけ表目で、あとは全部裏編みです。1目とで裏で編んでいって、マーカー移動して、でまた裏で、マーカーからマーカーの間も裏です。でマーカー移動して、最後の5目は表目、はい、こういう感じになります。でここの掛け目のところを見ていただくと、こう斜めに穴がこっち向きで、この編み図の通りにこういう角度でこう掛け目が、穴ができていきますので、覚える模様はこれだけです。これだけで、また一目が増えました。次5段目です。また最初の5目は表目、はい、で次も表目、マーカー移動して、で次は4目表目で、またこの模様で編みます。1、2、3、4目、そうするとこの掛け目がほらこうつながっているのですごく分かりやすいと思うんですけど、次ここで掛け目を作ります。で右上2目一度、でまた掛け目、掛け目、右上2目一度、で忘れずに3つ目の掛け目、掛け目、で表目2目、はい、こういう感じになります。でまた裏側はいつも一緒です。
こういう感じで右端ごめはこういうガーターに、ガーターの編み地になっているし、でここのマーカーとマーカーの間はメリヤスになっているので、表側は全部表目、裏側は裏目で、そしてこの左端のここで、この模様を今編んでいるわけですね。で、一目ずつどん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 増えていきます。なのでこういう感じで増えながら穴の位置がこっち側にどんどん傾いていっています。でこれを繰り返していくんですけれども、慣れてくればもうこの目印のマーカーも、これ必要ないし、こっから何目、こっから何目編んで掛け目なんだっていうのがそれさえ分かれば、別にこれはとっても OK。 まあこちらもね、必要に応じて外しちゃってください。次7段目ですね。表目5目、マーカー移動してマーカーとマーカーの間は表目、はい、で次もうここをこういうふうに模様ができてくると、あ、ここまで編めばいいんだなっていうのが模様を見てわかると思うんですね。こことこの目の間に掛け目が入ればいいから、あと表目を5目編めばいい。1、2、3、4、5、そうするとこうなります。でまた模様は同じ、掛け目右上2目一度、掛け目右上2目一度、掛け目表目2目で裏を編みます。でこういう感じでだんだんこう模様が目に見えて分かってくると、理屈が分かってくるんじゃないかなと思うんですけれども、この今増えている段、ここからここまでのこの20段の中で、こっちに向かって増えながらここのライン、このラインが傾いている、このこれは2目一度をしたところなんですね。右上2目一度をしたことで右が上になってこう傾いてるわけです。だから左上2目一度じゃなくて右上なんですね、はい、でそして掛け目をして目が1目増えたことと2目一度をしたことで1目増えて1目減って、これでプラスマイナス0になる。でさらにもう一個、目が増えて目が減って、これでプラスマイナス0だけど、もう一個掛け目をしたことで一目が増えたわけです。だからトータルで一目増えている、そういう模様なんですね。でそれをここの2段ごとにどんどん繰り返していくことで、一目ずつ一目ずつ自然に増えている。だからここはこういう感じになりながら増えていってるわけなんです。で、そしてじゃあこれを段数を、例えばじゃあ20段編んだからマーカーを20段目でつけてとかってやると、またそれも非常にめんどくさいと思ったので、これの場合は分かりやすくこの表側の段、正面側の段の時にこの模様を編むわけだから、ここに掛け目ができる、ここに掛け目ができる、ここに掛け目ができるということで、この回数を全部で10個にしました。増えていくところのここを10個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個で、この10個が終わったら、あ、次はここから点線からこっち上は、今度減っていく方なんですね。
減っていく模様はまたこっちとはちょっと違います。こういう感じで、編みますが、ここで減っていく、ここもやはり丸の位置をここの次のここから数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、10個の穴を数えて、あ、OK っていう風にしたかったので、あえて何段目何段目っていうのもその数えなくていいような模様にしてありますので、目印としての何段という風に、数えなくてよくて、これ増えて減って、これが一つの模様、これが何個あるのか、 1,2,3 っていう風にそう数えられるようにしましたので、そのようにね編んでみてほしいかなと思います。で、それをお見せするためにちょっとここまで編んでみたいと思います。ここのこの最初のここを抜かして、この次のこの模様のところから、ここまでで20段編みました。で、ここのこの3つ掛け目の穴がつながって、並んでいるんですけれども、この掛け目、ここの1列分だけをちょっと見ていただくと、この一番下のこの横につながっている穴、これは違くて、この次のここからですね、数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 今針にかかっているすぐ下のここ、これが10個目の穴になるわけです。なので、数えやすいように10個のこの穴が並んだら、これが、そして裏編みで戻った、この段階で20段編んだということになります。編み図で言うと、ここからこの点線の下のここまでが編み終わったということですね。で、そして次からは今度は、こうですね、減らしていく方の模様編みをやっていきたいと思います。ここのこの掛け目と掛け目の間にあるこの鎖のラインがこちら側にこう傾いていますが、このラインがそのまま今度またこちら向きにつながるように、この鎖がつながるようにこういうふうにラインがまた変化していくわけですね。なので、このライン、二目一度をしたこのラインがそのまま編み図で言うと、このラインとこのラインなんですけど、これがこちら側にこうなっていくわけなんです。なので、ここの手前のところをどこまで編んだらいいかっていうのをお話ししながらいきたいと思います。まず最初は今までと一緒で、この右端の5目はガーター編みです。マーカーを移動します。次の2個目のマーカーをつけている方はそこまで編んでください。で、その2個目のマーカーも移動して、まあ、ある程度ちょっと進んでいきますと、左側のこの模様編みのところの近くまで来ます。で、ここの最初のこの1つ目のこのラインの4目手前、この目の4目手前まで表編みで編んでいきます。はい、ここまで編みました。で、そうしたら、右上2目一度をします。前回のこれと一緒ですね。右上2目一度、そして掛け目をします。そして次は、今まではこれ右上2目一度だったんですけども、今度減らしていくこちらのこのこういう記号は左上2目一度なんですね。なので、この2つを左上2目一度にするので、
2目分を左から2目に針を入れて、でそして一緒に編んでしまいます。そうすると左がこう上になった2目一度目が減りました。でまた掛け目左上2目一度、掛け目左上2目一度で、残りが1目になります。この1目を表目で編みます。これが減らしていくこの模様の編み方になります。これが、この2段置きにどん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 同じことを繰り返していくんですね。で、前回の時にも話しましたけれども、掛け目と掛け目と2目一度、これが相殺されて、プラマイゼロになる。掛け目と2目一度がプラマイゼロになる。で、さらにこちらの場合はもう一回掛け目だけを入れることによって目が一目増えていったわけです。だからこちら側は増えていきました。で、それと同じ原理で今からこの編むこの模様というのはやはりこの左上2目一度と掛け目、これでプラマイゼロ、左上2目一度と掛け目でゼロ、これもゼロで、だけども、この一番右にある右上2目一度、これをすることによって一目が減るわけなんですね。この段の中で。だから減っていく。で、そして気をつけてほしいんですけれども、こちらの増えていく方のこのラインの2目一度のところは、全部右上2目一度でした。だけれども、今度こちら側の減っていくここのラインのところ、これはこちらとは逆の左上2目一度で減らしていきます。ここのラインもそうです。ここのラインもそうです。これは模様の兼ね合い上この方が綺麗だからなんですね。で、気をつけてほしいのが一番右にあるここ、これも2目一度だけども、これは左上2目一度ではなくて右上2目一度を使っています。これは模様の三角の部分、ここの部分ですね、このメリヤスのこの三角の部分が、ここが綺麗に見えるように、綺麗に見えるように、綺麗な三角になるように、ここの部分だけは右上二目一度をしました。でもこのラインのところっていうのは、これは左上二目一度なんですね。このラインがそのままつながって綺麗になるようにという、こういう、模様を形作るための理由です。で、ここの部分も左上二目一度を使ってしまうと、ここラインがびっちり出ちゃうんですね。なので、そのラインをここに関しては目立たせたくないから、だからここに関しては右上二目一度を使ったということなんです。はい。で、そして裏側は今までと一緒です。一番最初は表目で、そして最後の5目以外は裏編み、あと画像上、ちょっと私の左手が動きがちょっと心もとないシーンが目立つかもしれないんですけれども、お許しください、ちょっとね、左肩左腕も全部指先までちょっと今なんかおかしくなっちゃってまして、それがね2ヶ月ぐらい続いていて、ちょっと麻痺してるんですね。特に麻痺してるのは、中指と薬指とあと親指なんですけど、ちょっと神経がね今おかしいんです。なので少し編みづらさがあるので、編んでるシーンがちょっとなかなかお見苦しいかもしれないですけど、お許しください。はい。で、あとはこの正面側の時に今の編み方を繰り返すだけで、裏側は裏側の操作をするだけで、そしてそれをまた、全部で20段編みます。
で、20段といってもやっぱり数えるのめんどくさいですから、やはりここの掛け目の穴で数えていってもらいたいんですね。この、最初に増えたところの20段は、ここの最初の掛け目から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個、この掛け目がこちら側に10個並んだら、その次からはこの減らし目の段に入っていく。で、そうするとこの最後の10のところをこうカクンとこうなって、ここまた掛け目の位置がこっち側にこう傾いていくんですね。で、こう見てみるともうすぐわかると思うんですけど、ここの端っこですね、このカクッと曲がってるところ、これが10個目になるんです。10個目。で、そしてその次から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ちょうどこの角のところ、カクッと曲がるところ、ここが10になります。そこまで、掛け目の穴を数えながら、ここの数が10個できるまでこの操作を繰り返していきます。このような感じで、減らすここの段の20段を編み終わりました。で、数え方としては、まずこの前段までの増やす段の最後の10個目のこのカクッと曲がるここの穴、これは10個目のこの穴、その次から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。はい。で、10個ができてたらもうこれが20段が終了。で、そしたら以降この編み方、ここからここまでを、どん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 繰り返していくだけなんですね。編み図で言うと、この20段、この20段、終わったらまたこれ、またこれという感じで、好きな長さになるまで続けていただくような形となっています。この最初のこの実物のフード付きマフラーマチコでお見せしたように、ですね、こうですね、ちょっと今2枚重なっちゃっていますけれども、ここから一番分かりやすいようにちょっと模様のところをお見せしたいと思うんですが、ここからスタートして1つ目、これが数えやすいですね。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5,6,7,8,9,10 と私は10回片側10回繰り返したんです。で、そうすると、この糸の細さで編んでも、片側だけで1メーターは超えてくるわけですね。だから、こんなに長くしたくないっていう方は、切りのいいところで折り返し地点に入っていただければいいかなと思います。で、あとボタンホールの説明を少ししたいと思います。このまず息の半分ではホールはまだ作りません。戻りの時に作ります。こちら側ですね。で、ここがちょうどあの頭のてっぺんになる感じですね、フードので、半分というところなんですけれども、このボタンを取り付けた位置を見ていただきたいんですが、ちょっとこうカメラに収まらないから縦にちょっと折りますが、全部でボタンは6個ついています。で、そしてこのカクッと出たところのこの辺、ちょうどこの辺と、へこんだところのちょうどこの辺で、また同じくカクッとこう突き出たところのちょうどここ、ちょっと折ってるからずれてるかもしれないんですけど、ここなんですね。で、そういう風な感じで、合計6箇所ボタンを私の場合はつけました。6個だとちょっと多いかな、5つでもいいかなっていう感じはするんですけど、たまたまボタンが6個あったので全部ちょっと使い切ったという感じなんですけれども、で、
こういう配置でボタンをつけたかったわけなんですね。で、ボタンはもちろん全部編み上がってから最後につけましたけれども、その折り返し地点を過ぎての、今度こちら側をお見せすると、ボタンも6個ですから、ボタンホールも必然6個です。で、そして、さっきと同じような感じで、この折り返し地点の、ここですね、見えるかな？折り返し地点から、今度増やしていった、時の、10個目の穴を作るとき、つまり、折り返し地点の、この穴を、10個目の穴を作るときに、ここにホールを作りました。で、そして、また今度減らしていって、最後の10個目のところ、ここの10個目のこの模様を作るときに、ホールを作りました。そのようにすると、ちょうどこう、見た目的にもいいですし、こうホールを作り忘れちゃうっていうこともないので、おすすめです。で、ただしこれはこの中細ぐらいのこの毛糸を使った時の編み地のここのホールとホールの間のこれがちょうどいい感じだったので、このようにしましたけれども、例えば私がさっき、編んでたようなこういう極太のこういう糸で編んだ時っていうのは、この同じところでじゃあホールを作ろうとすると、こう幅がこうちょっと広がってしまうんですね。なのでちょっと比べてみるとわかると思うんですけど、ちょっとほら高さがだいぶ違いますよね、はい、まあそれでもいいというのであれば、ここの分かりやすいところでホールを作るというのが、まあ一番簡単かもしれません。で、実際にボタンホールの編み方なんですけれども、ちょっとこれはもう10個目のホールが終わっちゃっているので、位置がちょっとねずれてしまいますけれども、この編み地でちょっと説明だけ、このホールのところだけの説明をしたいと思います。この右端5目、これがガーターになっているちょうどここのところに穴を作りたいんですね。で、最初表目で3目編みます。3目を編みます。で、そして次の目も編んで、左の針で、この3目目に針を入れて、4目目にかぶせます。そして次の5つ目、表目で編んで、そしてまた左の針で、さっきと同じように、かぶせます。そうすると、ここの間が2目、このような感じで、目がなくなって、穴が開くわけですね。はい、で、そして、このまま続けていって、10個目のこのホールの模様を編んで、まあ、編んだと仮定して、今度裏側からの操作の時です。まあ、ちょっと編んだと仮定していきますね。途中で私は言っちゃいますけど。はい、でホールのところに来ました。で、そうしたらここで、この最初の目を表目で編みます。編んだら巻き増し目をします。巻き増し目はこの編み糸をこのように持ってくるっとねじってあげて、ここをバッテンにします。このバッテンになったところの、この後ろ側から、この右の針を差し込んであげて、人差し指を離します。そして、編み糸をぎゅーっと引っ張ると、一目ができました。で、もう一目同じような形で、巻き増し目を作ります。この状態を、くるっとこういうふうに、くるっと、
とねじってあげて、ここがバッテンになっている、その後ろ側からこう針を、右針を入れて人差し指を離して、そのまま編み糸をぎゅっと引っ張ります。これで2目めができました。で、そうしたらあとは残りの2目を表目で編みます。これでまた5目ができました。で、ここの部分が穴がこのような感じで開いたわけですね。で、あとは普通にどんどん編んでいって、また、ホールを作る段になったら、つまりここが10個目のところになったら、これを表側の操作でこのホールを作ると、そういう形で、合計 6個ですね。私の場合は6個、1、2、3、4、5、6個作りました。で、そしてまああとそのホールも順調に終わって、そうしたらもうこの行きの往路段と同じ数のこの模様を編んだら、最後やはりこちら側と同じようにしたいわけですね。スタートの時にここ掛け目で穴を作りました。なので、ここのところではこの10個目のこの模様が終わる時ですね、終わる時の20段目の時に、裏側から編む時ですね、戻る時、その時に、裏編みになるように編む、全部裏編みになるように編むから、裏から編んでいく時に全部表目を編んでいきます。そうするとここのラインですね、正面から見るとこの裏の模様になっています、はい、で、そしてこちらまでいきます。で、そして次は一番最初の時と同じように、最初は左上2目一度掛け目、左上2目一度掛け目、左上2目一度掛け目、それをずっと繰り返していって、で、最後の1目を表目で編んで、で、そしてその次の段、裏側からですね、全部裏から編むときに表目で編んでいきます。で、表目で編みながら、伏せ止めをします。伏せ止め、はい、裏からの時ですね。で、そうするとこのような感じで、穴が開くと、はい、で、ここまで行ってそれで、終了となります。で、そしたら糸を切って、あとはフリンジをつけるだけです。で、このフリンジはちょっとこれで説明をしますが、この穴の開いたところに、まあ、糸をねかけるんですけども、自分の好みの長さにしてください。あんまり長く作っといて後から短く切ると糸がね、まあ、もったいないので、まあ、スレスレギリギリの、それよりもちょっとプラスこのぐらいみたいな感じの、長さにしてください。で、例えばじゃあこれぐらいの、あ、もうちょっと短くてもいいか、これぐらいの長さにしたい、こっからここまでですね。で、そうするともう片側も同じぐらい、この辺この長さの糸を何本かまとめて作ります。で、まとめて作った後に、ここの穴にこれを入れていくんですけれども、かぎ針があった方が多分楽だと思います。まあ、何号でもいいんですけど、今切った糸をこの半分のところでこういうふうに折り曲げて、で、そして、まあ、例えば、まあ、一番端っこ、まあ、真ん中でも端っこでもいいんですけど、全部こうつけていくので、こう、まあ、一番端っこいきましょうか。この穴の中にかぎ針を入れて、で、そしてこの、糸をこのように出してきます。で、出してきたらあとはこれをこの2本をこうやってくぐるだけです。
でギューッと引っ張ります。これを同じように全部作っていきます。でそうすると、まあこのフリンジだけでもいいわっていう人はそれでも全然可愛いと思いますし、いいと思うんですけど、私みたいにこのこれなんて言うんだろう、このネジネジしたやつ、よくあの織りのマフラーで使われるフリンジなんですけど、もしこれをされたい方は、ぜひこれを参考にしてみてください。ちょっと編み地が動いちゃうので、ぐっとこうなんか重しになるようなものをこう置いていただいて、でそしてこの、使っているこの毛糸の撚りの方向、撚りの方向に、これの場合、Z 撚りと Z 撚りなので、この撚りがもっと強くかかる方向にねじっていきます。ねじります。で両方まとめてこう両手でできる方は両手でこうどん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 やってください。はい、こんな感じで、ある程度までちょっと硬すぎちゃうと、なんかぐるぐるのダマダマになっちゃうので、そこまでやらないでも大丈夫、だいたいおおよそこのぐらいで、そうしたら今かかったよりとは逆の方向ですね。このよりの方向だとそのままこういう方向によじるんだけども、今両方ともこのこっち側の向きに、こっち側の向きにかけていったのを、今度2本を逆の逆の方向に糸をよっていきます。重しがないとほら動いちゃうのね。でちょっと短いとねやりづらいとは思うんですけど、だからその分ちょっとだけ長めにしておくのがコツですかね。でこういう感じで、ある程度よったら、そしたらこれをくるっと輪っかにして、なるべく下の方で、なるべく下の方で一結びをします。そうするとこの今よったこの2本合わせた糸がこのようになるんですね。可愛いんですとっても。で、これを同じようにちょっと面倒だけれども作っていきます。で、それが全部、両サイド終わったら、ブロッキングをします。で、まあ水じゃなくてもいいと思うんですけど、ぬるま湯に、まあ、全体このマフラー全体を浸して、全部出来上がった段階で、浸して、で、あの押し洗いとかは一切せずに、あのセーターを普通に洗うように優しく優しくやって、でそして、ここのフリンジの部分も絡まないように気をつけながらやりますね。で、脱水を1分ぐらいかけて、でそして、あとは陰干しで乾かすだけですね。平置きで乾かした方が、伸びなくていいと思います。まあ、ちょっと長いマフラーなのでね、あの干すの大変だと思うんですけど、こう重さでねこうビヨーンと伸びてしまいますので、その辺をちょっと気をつけながらやってみてください。で全部乾いたらもうこのねよりっていうのはこれ定着するんですね。でなのでここの結んだところのスレスレのここでカットしてもこのよりがほどけないんです、基本。だからそこまでやってからこの結び目の上を切ると、そうするとすごく綺麗なマフラーができると思います。なのでねちょっと私もこれ切ってみますね。切るときはこの両サイドこうまとめて切った方がいいので、編み地を動かないようにこう合わせてちゃんとここの部分を大体この結んであるところはほぼほぼ同じなんですが、
まあちょっと短いところもありますよね。この辺かな。ちょっとこの辺でハサミを入れたいと思います。はい、切りました。で、まあ、今ざっくりと切っただけなので、なんか飛び出てるのがあれば後から綺麗にまた揃えれば大丈夫かなと思います。こういう感じになりました。はい、で、ここの部分もね、はい、ほつれてないです。で、あとは、まあ、後からこのボタンを取り付けて、でそして、フード付きの、マチコとしてね、マチコ巻き風に巻いてもよし、で、あとは、この、まあ、ボタンははめてもはめなくても、マフラーとして使うときには、もう全然このボタンは関係なく、普通にぐるぐる巻きにして、マフラーのように巻いてもよし、という、まあ、そういう、一品となっております。なので、しかもね、これすごく細い糸だから、なんて言うんだろう、結構な長さをね、分量編みましたけれども、すごく薄いんですね。だからぐるぐる巻きしても全然こうなんて言うんだろう、窒息するような感じにはならなくて、ふわっとした感じで巻けるのがお気に入りです。だからちょっとね、2メーター超えの長さで編んでしまいましたけれども、私としてはとても気に入っています。で、色もね、珍しくこういうちょっとこうなんて言うんだろう、一色だけの茶じゃなくてミックスされたこういうとても綺麗な色の感じなので、まあお気に入りの一枚となりました。最後になんですけど、あ、一番最後は着画をちょっとね、ちらっとお見せいたしますが、先ほどもちょろっとこうお見せした、これがこの今日編んだこちらの模様の半分にしてるんですね。半分のパターンで、しかもこれは和紙リリアンで編んでいます。そうするとこういう感じの夏向きのこうレース模様、こうちっちゃくちっちゃくこういう風になってるんですね。で、これをここのエッジの部分を先に編んでおいて、でそして、これをこういう風に引き返し編みをこうどん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 編んでいって、三角ショール、三日月型ショールみたいなのも作りました。で、それがもうこれは編んだだけで、あのちょっと糸始末をまだしてないのでこういう状態になってますけれども、こういう感じの、夏向きの三日月型のショールで、これはもうすごい簡単なんですけれども、あの私のあの YouTube のメンバーシップライブ配信の中で、説明をしているものです。で、もしこれが気になった方はぜひぜひあのメンバーシップの方も、ご参加をお待ちしております。で、過去のものもアーカイブとして見れますので、それで、こちらの編み方をぜひぜひ見ていただきたいかなと思います。で、ライブ配信がメインなんですけれども、これに関してはここのセクションの部分、この模様編みの部分ですね、ここに関しては動画を作りました。だからライブ配信の中でやってるんではなくって、動画としてまとめましたので見やすくなってるんじゃないかなと思います。なので、ぜひぜひどうぞライブ配信じゃないや、メンバーシップの方に、どうぞ行って見ていただくと嬉しいです。で、延々そのメンバーシップ続けなきゃいけないってわけでもなくて、まあ続けていただけるとすごく嬉しいんですけれども、有料になってしまいますのでね。例えば、あの、変な話、一月だけメンバーシップになるわ、このショールのためだけにメンバーシップになるわっていうのでも一向に構いませんので、その二月目に入る前に、あの、大会手続きを取っていただければ、一月分だけの、490円かな。メンバーシップの料金だけしかかかりませんので、そちらの方
でも、そういうやり方でも構いません。はい。まあでも、この説明でね、これの半分ですよって言ったので、これを見ていただければ、まあ、ここの部分は編めちゃうかなと思うので、とても初心者さん向きの簡単な三日月型ショールとなっています。はい。で、この、オートミール色のこのガーターの部分、これはその動画の後にライブ配信内で説明しております。はい。ということで、こちらのフード付きマフラーマチコ、ご覧いただきましてありがとうございました。この後に、ちょっとした着画をね、載せておきますので、よろしかったら最後まで見てみてください。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。